やハローどうもおはようございます。アニメリアク職人ことマジアジュギニハマーです。はい、現在12月29日木曜午後9時18分ですね。あ、午後じゃない、午前。さて、いよいよ最終回の時間が来ました。ある朝ダミーヘッドマイクになっていた俺くんの人生12話ですね。 Dアニメストアで見ていこうと思います。なおアニメ本編は再生されませんのでご注意ください。いきます。3、2、1、スタート。戦の日、俺くんダミーヘッド究極完全体になる。あ、蔵前パンダですね。喋った。ここはサムネイル。どういう状況やねこれ。ここで終わり？終わった。はい、まあ最終回はバレンタインでしたね。うん、まあ結局俺くんが何やったのかっていうのは分からんかったわけや。とりあえず1話でなんかね、俺くんは死んでしもってダミーヘッドマイクになったり、何になった、あと自転車のサドルになったり、あと何になったっけ、コンペイトーみたいなのにもなってたな。なんたらキャンディーみたいな。うん。まあ最終回はまさかのこの浅草ゆりに蔵前パンダが告白したのかしてないのかわからんとこで終わるとはね。うん。なんかその俺くんの人生やから俺くんの人生が明かされるかと思うきゃ明かされずに終わってしまった。2期欲しいね。2期が欲しいな、これ。
まあちょっと消化不良やったかなという感じです。最終回ね、俺くんの人生、もうちょっと知りたかったかな。とはいえね、この何可愛い女の子キャラクターの、活躍を楽しみにしてる人たちからしたら、まあいい終わり方やったかもしれんですね。また鬼頭明里さんがいい味出してましたからね。で、このユリも大西さんよう出てはるわ。ほんまよう出てはるわ。何出てはったかな。新米錬金術師のアイリスもそうやったし、何出てはったかな。そうそうそう、夫婦以上恋人未満のヒロインね、渡辺あかりもそうやったし、前期でもまあ出てはったやな。はい、まあということで、できれば2期が欲しいかなってとこです。はい、以上、ある朝ダミーヘッドマイクが出た俺くんの人生最終回でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。ちょっとおとといから喉風邪で、今喉やられてるのですいません。はい、ではここから僕の自己紹介です。興味のない方は切ってください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり大道芸人であり、子供向けのパフォーマンス、これをメインにやっております。で、普段はやればできる、諦めない、これを伝えたくて、ですね、主に保育園、幼稚園、小学校、子ども会などでパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響で2年10ヶ月ほど仕事がありません。貯金でなんとかやってます。そんな中、いつの間にやら始めたアニメのリアクション、今日で1008日ですね。去年推定2000本以上、8月18日から一昨年4月頭ぐらいまでの動画ほぼぶっ飛んでます。それを乗り越えてやってきてますけども、13年以上使ってるこのパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったんで、9月14日に分けました。現在はこちらアニメのリアクション専門としております。なので、パフォーマーとしてのね、僕の姿も知っていただきたいので、応援していただきたいので、何卒チャンネル登録、応援のほどお願いいたします。毎日19時に動画1本だけ投稿してます。説明文に URL 載っけてますんで、ちらっとでも見てやってください。で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてるんで、こちらもチェックお願いいたします。以上、アニメリアク職人ことマジ大道芸人ハマーシャ、最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。